皆さんこんにちは、ケンです。今日は、ロードバイク輪行の時に持っていくものを紹介したいと思います。はい、こんな感じでですね、手作りの机を、この足置き場のところに設置することによって、ここからここの広さがだいぶ違いますね。一応これロードバイクとか乗せるときに、ここの部分、プラスチック樹脂の部分が傷つかないように、両面テープで貼ってます。これは社外品ですね、ネットで買いました。はい、こんな感じです。これで、汚れを防いでいます。はい、こんな積み込み完了。はい、この中には携帯工具が入っています。中身こんな感じ、空気入れ、携帯工具、テープ、タイヤレバー、メガネ拭き、方は替えのチューブとか、あとニッパーとか結束バンド、あとこれはあれかな、パンクした時用で、これがお気に入りのレザーマンのマルチツールのナイフとかベンチとかっていう工具を持っていけば、まあ大体対処できるかなって。こういうね、で常にこういうの持ってってます。これ100均で全部貼りました。これ100均やね、うん、自転車のやつは100均、ね、でこれはイベントでもらったやつやね、車の。はい、これはここで大体セットします。ルー、愛犬のルーです。トイプードル、男の子、4歳。ルーです、ルーです、よろしくです。ふいふい。で、ヘルメットを引っ掛けてます。マミの自転車だとホイールベースが短いんで、これ必要ないっすね。トレックドマーネのホイールベースは長いんで、これがあった方がより安定します。安定して自転車を横置きできます。GoPro 関係の機材はここにセットしてできます。で、このボックス、これも100均でパッチングしたやつを貼り付けたんです。この中は、まあ、今撮影しているソニーのカメラの収納ケースとして、この工具箱を使用してます。サングラス、こうやって、まあ、マミとケンのサングラスはオークリーの全く同じものを使ってるんで、気分によって使い分けてます。はい、補給食を持ってきてみます。いつもこのマグゴンっていうのをの梅味がすごい好きで、箱買いで何個もストックしてます。これすごい好きです。